よろぶん、アンニョマセヨ。今日は、慣用表現の30回目です。今日の表現は、直訳を見ても、何のことかわからないと思います。何を表しているか、想像しながら見てくださいね。こちらになります。足を脱いで進み出る。さて、どういうことでしょう。韓国語はこちらです。パルーポッコナソダ。 女子を省略してパイポッコなそうだということもあります。これで先ほどの意味になります。この説明はこちらですにだこちらは「ギウィヘ」「何々するために」という表現それから「ちょッちょく積極的」という単語ですね「変動」など。 トピックなどでもよく見かける表現が多いですので是非このような単語も覚えておいてくださいね。意味は、あることをすするるためにに積極的に行動するという意味になります。日本語では人肌脱ぐという表現にあたります。例えば溺れた人を見かけて積極的に助けに乗り出すといったような行動をとるという意味ですね。

ミンスさんがまたお年寄りを助けていますね。彼は正しいと思うことなら何でも積極的に行う人です。このような意味になります。では会話文を一緒に読んでみましょう。ゆっくり読んでみましょう。ミンス氏がどうの을도を주わ있네ねよ。くぬん고たご생각하는일이라면、も든발んぱいぽっこな이ぬさらみえよ。 言えましたかではいつものように会話をしてみましょう今日は名が長くなっていますので頑張ってスラスラ言えるようにしてみてくださいね本当に会話をしてるつもりで言ってみてくださいではやってみましょう「ミス氏がとの犬にとわじがいんねよ」。 言えましたか言えなかった方は、すらすら読めるまでしっかり練習をなさってみてくださいね。では、説明も覚えていきましょう。パルポッコナソダ、こちらの説明を一緒に読んでみましょう。オッドにルハギウィヘチョックチョグロヘンドンハダもう一度読んでみましょう。オッドにルハギウィヘチョックチョグロヘンドンハダ おとんにるはぎゅうへちょくちょぐろへんどんはだでは皆さんだけで見ないでいってみてください言えましたかおとんにるはぎゅうへちょくちょぐろへんどんはだでしたね先ほども言ったようによく使われる表現が多いですのでしっかり覚えてくださいね 今日の表現はいかがでしたか直訳からこのような意味とは想像できないですよね。ご存知の方はいらっしゃいましたかこのような表現も覚えてみると楽しいですね。それでは今日の表現、パルポッコなナソダ。こちらの説明は覚えているでしょうか皆さんだけでもう一度言ってみてください。 言えまししたたかへでね日本語では「一肌脱ぐ」となっていますがこのような表現は韓国語の説明で覚えると理解しやすいかなと思いますそれでは今日もしっかり覚えるまで何度も読んでみてくださいね「グロムオヌレンサイミニダ」「アニョインゲセヨ」